ジャズ喫茶バリエラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、リーダー名義はピアニストです。はい、今日お届けするレコードはこちらになります。ここにタイトルがあります。 The Fabulous Ball Play Quintet。 クインテットですので5人ですよね。それでポール・ブレイといえばピアニストですね。それでここにサングラスはめてるのがポール・ブレイです。それからこの大きく映ってるのがこれはトランペットのドン・チェリーです。それでここにオーネット・コールがあります。その下にベースがチャーリー・ヘイで、それでもう一人、かわいそうに映ってないんですけども、ドラムスがビリー・ヒーノスです。この5人なんですね。この5人の名前を聞けばもうやってることが並々ならぬものだなということが分かりますよね。それでポール・ブレイ名義なんですけども、もう実質オーネット・コールマンが、フューチャーされているレコードなんですね。それでこれがですね、未発表でですね、1971年に、発表されたものなんですね。録音は1958年、まだオーネット・コールマンが、サム・シン・ベールスとか、ジャズ来たるべきものありますよね。The Shape of、Jazz Sing Jazz to Come でしたっけ、それから、フリージャズというアルバムタイトルにつながっていくんですけど、まだその前の非常に貴重な重要な、1958年の春の、ヒルクレストというライブハウスで、録音されたものなんですね。どうもポール・ブレイが録音してた機材で してたみたいなんですよね。それで59年にもう、オーネット・コールマンがレコードを出してきます。それでこのアメリカというジャズレーベルなんですけども、これはですね、先ほども言いましたように、フランスのレーベルなんですね。それでムジディスクというとこから配給されてるんですけども、レコードが、もともとそのアメリカの、創立した人がチャールズ・ミンガス、デビューっていうレベルをチャールズ・ミンガス作ってたんですけども、1950年代ですね。それでデビューにある未発表音源とかですね、そういったものを、このアメリカという自分のレベルにですね、発表していく形になってて、1971年になってるんですね。他もアーチシェプとか、どちらかというとこのフリーっぽい、そういったものを出してるところなんですけども、これでアメリカのインナーシティというレベルがあるんですけども、そこではこれ出てるんですね。ですけどそこはもうポール・ブレイが、リーダーということじゃなくて並列して、名前がクレジット同じレコードですけどね。ですけどこれがオリジナルで1971年に発表されました。はい。それで今日お届けするのはですね、サイド A の1曲目、クラクト・ビースト・スティーン、これはもうチャーリー・パーカーの曲なんですね。チャーリー・パーカーが言葉遊びをよくやってたみたいで、ドイツ語と英語をのその存在しないような、言葉を、一つの、ワンワードにして、有名な曲なんですけども、ダイヤルセッションというのがチャーリー・パーカーの場合あります。1946年、1947年ぐらいですね、そこに入ってます。スポットライトというイギリスレベルが出したボリューム5ですかね、ダイヤルセッション、そこにも入ってます。はい。あとはですね、ロイエルドリッチの曲を A 面、 A 面ですね。で、 B 面にオーネット・コールマン
の、ザ・ブレッシングとフリーという曲をやってます。これどちらかというと A 面の方が録音状態がいいんですね。それで今日はこのチャーリーパーカーの、クラッドビーストスティーンをお届けしますけども、ですね、このメンバーですともっとこのフリーっていう感じを受けるんですけど、非常にこの拍子抜けするぐらいですね、聞きやすい。 A 面も B 面もバックになんか、なんていうんですかね、もうバップとしても聞けるような、そんなサウンドで非常に拍子抜けするぐらいな、バップに毛の生えたような感じの演奏なんですけども、まあ一人一人のですね音を聞いてみてですね、やはりただものではない。やっぱり音というのはそれぞれが持っているその音ですね、発する、これがただものではないのが十分感じられます。ですけど全体のサウンドは聞きやすいです。はい、では、これは貴重なボーネットがフリーに近づいていく以前の、貴重な録音です。お聴きください。ジャズはいいよ。Thank you.